はい、こんにちは、116インズです。開幕1カード目が終わった MLB、 毎日1球速報や試合の中継とにらめっこする日々が帰ってきたことで春の訪れも感じているところですが、実は MLB、 ここのところ密かに契約延長のラッシュが続いていましたよね。開幕前あるいは開幕直後に契約延長を発表する選手が相次いでいまして、現地時間4月2日以降に4年以上の契約を結んだ選手に限定しても6人。特にオフにほとんど補強しなかったガーディアンズがここに来て、ホセ・ラミレス、クローザーのクラッセ、そしてマイルズ・ストローと契約延長し、急にお金を使い始めましたし、またパイレーツがキブライアン・ヘイズと8年契約、マリナーズもショートの JP クロフォードと5年契約、レッドソックスは昨年ルール5ドラフト指名からブルペンの柱へと成長したギャレット・ウィットロックと4年契約と、開幕に合わせるかのように次々と契約延長の方を発表されました。多くの選手たちが本業に集中するため、シーズン中は契約関連の交渉は基本受け付けないことが多いことから、選手と長期契約を結びたい球団側も、開幕までにどうにか契約できるよう努力した結果がこの怒涛の契約ラッシュにつながったんでしょうかね。契約を今延長することで多少市場価格よりは低めの金額かもしれないですが、一定以上の収入を確保するある意味手堅い判断を下す選手もいる一方で、当然ながらそのような判断を下さない選手もいます。今回はそんな今契約延長した人、しなかった人にちょっとフォーカスしてみようかなと思っています。はい、まずは今契約延長した選手たちから話していきますが、なんといっても今回契約を延長した選手たちの中で一番のスターがガーディアンズのホセ・ラミレス。現在の契約に5年総額1億2500万ドル追加することになりまして、現在の契約も合わせると契約は7年総額1億5000万ドルとなりました。ラミレスの契約聞いて私の第一印象、いや安すぎでしょと、それしか浮かびませんでしたね。現在29歳とまだまだ若いながらも MLB 屈指のサードとしてガーディアンズの主軸として活躍を続けている選手で、2017年と2018年は2年連続で MVP 投票3位、短縮シーズンの2020年は2位でしたし、昨年は152試合で36ホーマー、 OPS 8割9分3厘、直近5年間でウィンザーウォリプレイスメントを 26.7 も稼いでいるスター選手をこの価格で残せるのは大バーゲンですよ。元々の契約も安くラミレスに催眠術でもかけたのかと疑いたくなりますが、それだけ本人もクリーブランドを気に入っているんでしょうね。ガーディアンズは今どちらかといえば再建寄りのスタンスをとっていますが、ラミレスとこうして長期契約を結んだということは、数年以内に彼を中心としてもう一度勝負を仕掛ける意図を感じますし、クラッセ、ストローを含めコアの選手を安めに抑えて今後の補強につなげたいところでしょうか。またマリナーズファンとしてはクロフォードとの長期契約は少し驚きでした。今季が年俸調停1年目なので契約延長するにしてももう少し待つのかなと思っていましたが、このタイミングと今年の契約と合わせると5年総額5100万ドルの契約で FA 2年分も買い取った形になりますが、極めて妥当な契約かなと思いましたし、クロフォードが今契約延長に応じたのも理解はできます。昨年はショートのレギュラーとしてキャリア最多の160試合に出場し、打率2割7分3厘。長打力あまりないですが、だんだんアベレージを残せるようになってきて、また守備も2020年ゴールドグラブ賞を受賞したように平均以上の水準なので、フルシーズン出ればウィンザーウォリプレイスメント3から4くらいは毎年記録できるレギュラーにはなれそうかなと。守備型のショートに年俸1000万ドルは安くはない印象ですが、その分怪我などがなければ大崩れもしないはずなので、チームリーダー的な存在であることも含めて契約に見合うくらいの活躍は見込めるとは思っています。今回の契約しかり、ショートの大物 FA に手を出さなかったりと、フロントはよっぽどクロフォードを気に入っているようですね。続いては契約延長しなかった選手たちですが、アーロン・ジャッジ、今季終了後に FA となるため開幕をデッドラインとして交渉を続けるもヤンキースとは合意に至らず、最終的にヤンキースはジャッジに来季からの7年総額2億1350万ドルの契約を提示したようですが、ジャッジ側は首を縦に振らなかったと。ルーキーイヤーの2017年に52本のホームランを放つなど、怪物的なパワーが武器の MLB 屈指のスラッガーですが、デビューが少し遅かったため来季が31歳のシーズン、怪我も多く2017年の155試合出場が未だにキャリアハイで、2018年以降は4年間で合計156試合も欠場するなど、なかなかフルシーズン出るのには苦労している感じですので、ヤンキースのオファーはそんなに悪くないどころか、 FA 市場でもこの規模の契約を出すチームがいるか結構怪しいんじゃないのかなと思ったりもします。FA 契約初年度が31歳の外野手といえば、最近だと2020年オフのジョージ・スプリンガーがまさにそうでしたが、スプリンガーの FA 前3年間とジャッジの直近3年間の成績を比較すると意外と大きくは変わりません。
まあさすがに打力はジャッジの方が上という印象ですが、怪我が少し多い点は二人とも同じですし、それでスプリンガーがブルージェイズと6年総額1億5000万ドルに落ち着いたことを考えれば、バッティングの分ジャッジの契約が高くてもおかしくはないにしても、2億ドルを上回る水準になるかと言われればちょっと迷います。ジャッジが FA 前最後の年である今季、それこそ MVP クラスの活躍を見せるなら話は変わってくるでしょうが、ジャッジサイドの判断が正しかったのか、その答えは今季オフにわかることでしょう。またレッドソックスのザンダー・ボガーツも契約延長に至りませんでしたね。ボガーツは今季オフに契約からオプトアウトして FA となることが可能で、近年の彼の活躍からしてオプトアウトの行使は規定路線となっています。レッドソックスは先日トレバーストーリーを獲得し、ボガーツが移籍するシナリオにも備える動きに出ていましたが、ボガーツとの契約延長が開幕までにまとまらなかったことで、そのシナリオの実現可能性が高くなってきましたね。ショートながら2019年から2021年までの3年間で計67本のホームランを放ち、 WRC プラス135は全ショート中2位タイ。ショート守備が一貫して平均以下の水準であるため、いつまでショートに留まれるかはわからないものの、その日が来るまでこの打力をぜひショートに置きたいと考えるチームはおそらく多く、少なくとも今彼がレッドソックスと結んでいる6年総額1億2000万ドル以上の契約は確実。チームの功労者ではありますが、ストーリーも獲得して、で契約もかなりの額となると、レッドソックスがどれほど本気でボガーツを残すために動いてくるのか、そもそも本気で残すためにこれまで動いてきたのかもわからないところではありますが、今オフレッドソックスはどのような動きに出るのでしょうか。そして最後はドジャースのトレイ・ターナー。彼も契約延長しなかった、というかそもそもドジャース側からどうも具体的な話が出なかったそうですね。先ほどのボガーツが直近3年間で WRC プラスが全ショート中2位タイとお話ししましたが、ボガーツと並ぶ WRC プラスを記録したのがこのターナー。リーグ屈指の俊足も持ち合わせ、ドジャースの中ではベッツと並んでダイナミックな選手という印象なだけに、ドジャースが彼に全く具体的な契約延長の話を持ちかけなかったのは少々意外ではありましたね。ドジャースほど贅沢税を気にする必要もないチームもないですし、まあもちろん今後そういった話をする可能性もゼロではないでしょうが、これは推測に過ぎませんが、ドジャースはなるべくならショートにギャビン・ラックスを置きたくて、で今季1年間ラックスがどんな成長を見せるかによって今後ショートをどうするのかを決めたいのかなと。それでまだターナーに具体的な話を持ちかけていないのかもしれませんが、球団の真意はいかに。FA となれば今季オフの FA 選手でナンバーワンの存在となるはずなので、今後のターナーの動向は注目したいところです。ということで、契約延長した選手、しなかった選手別に何人か見てきましたが、アスリートほど未来の見通しが立たない職業もないので、先ほどのラミレスの契約について安すぎないという感想をお伝えしましたが、彼のように確実に大金を手にするのもそれは手段の一つだと思いますし、逆にジャッジのように割といい契約に見えるオファーを受けながらも断って、自分にかけてさらに大型契約を狙いに行くのもまた手だとは思います。その判断が正しかったどうかはいずれわかることになるでしょうが、本人たちが納得する結果となるといいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。